爆弾は日本にあるアマチュアオーケストラの一つ通称ワセオケ1913年に創立し1978年には第5回国際青少年オーケストラ大会で優勝した早稲田大学公認のオーケストラサークル1913年に創立され2013年に創立100周年を迎えた年4から5回の主催公演 入学式や卒業式をはじめとする早稲田大学公式行事、文化事業における演奏を主な活動としており、この他年間20から30件の依頼演奏も行う。海外公演は1978年の第5回国際青少年オーケストラ大会での優勝以来14回を数える。2017年現在で、 延べ16カ国75都市で156公演の実績がある。これらの活動は、テレビや新聞、音楽雑誌等で多数取り上げられている。指揮者では、ジュゼッペシノーポリ、小沢誠治、ズデニエクコシュラー、レナードスラットキン、岩木広之、大友直人、高関健、山下和文、小玉博司、蘇我大輔寺岡清隆、 また共演者としては、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団や NHK 交響楽団の団員を中心に多くの演奏家を迎えている。近年では、ミクローシュ・ペレーニ、ステファン・ドール、林英哲、大谷ヤ子らと共演している。早稲田大学より、小野梓記念芸術賞を3度受賞。東京芸術劇場、東京オペラシティ、サントリーホールなどで年度末にに公演開催される。 新宿文化センターなどで年に2から3、講演開催される。ありがとうございます。